ようこそ皇室ラボへ。速報です。12月18日午後、日本の皇居は国際的な友情の温かい場となりました。ここに ASEAN 東南アジア諸国連合の首脳たちが集い、日本の天皇皇后両陛下と共に貴重な時間を過ごされました。18日の午後、宮殿は歴史的な出会いの舞台となり、インドネシアのジョコ大統領、フィリピンのマルコス大統領を含む ASEAN の9カ国の代表たちがその夫人らと共に両陛下と懇談されました。この特別な集まりの冒頭で、天皇陛下は日本と ASEAN 各国で共同声明が採択されたことをお祝いしますと英語で挨拶されました。その後、各国の首脳と両陛下は個別に深い話を交わされました。特にインドネシアのジョコ大統領とは、以前の訪問時に大統領がゴルフカートで案内してくれた思い出について話し、両陛下は心からの感謝を表されました。読者の心に温かな光を灯す天皇皇后両陛下に関する記事は、いつも喜びと安心をもたらします。これらの記事を読むとに、その価値ある存在が必要だと改めて感じます。両陛下の健康と今後のご活躍を心から願い、令和の時代が長く平穏に続くことを切に祈っています。天皇皇后両陛下のご公務は国民にとって本当に心強い存在です。天皇陛下が真摯に受け継がれた天皇教育をもとに、多くの困難を乗り越え、皇后陛下と共に国民のそばに寄り添ってくださっています。雅子皇后陛下がお健やかな姿を見せてくださることは、私たちにとって大変嬉しいことです。お二人は世界に誇る日本の象徴として、その御代が永遠に続くことを心から願っています。この度の ASEAN 特別会合では、議長国インドネシアのジョコ大統領に対し、以前の訪問への感謝の言葉を述べられた天皇皇后両陛下の懇談が印象的でした。両陛下の人間的な魅力は皆を魅了し続けます。 ASEAN 諸国の首脳とその夫人たちも、天皇陛下と皇后陛下に会うため宮中に参内され、笑顔での和やかな会話が繰り広げられました。別れ際には両陛下が笑顔でお見送りされる中、ご夫人方も満面の笑顔で名残惜しそうに懇談していました。これは天皇陛下と皇后雅子さまのお人柄の表れであり、まさに代え難い皇室外交の一幕でした。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対して、いいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回、またお会いしましょう。